江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。今回はですね、また警告人がですね、日本で迷惑行為をしているという話題でございます。日本の路上で怒鳴り声を上げ迷惑行為をする警告元野球選手をご覧くださいということでですね、こちら映像の方もありますんで、まず記事の方をさらっと見ていきたいと思います。それではくーちゃん、お願いします。警告の元プロ野球選手での警告代表にもなった人物が、このほど、動画共有サイト YouTube の自身のチャンネルに、日本国内の路上で通行人に向かって無差別に怒鳴り、声を上げる動画を自ら掲載し、物議を醸している。批判の声が高まるや、この元選手は7日、YouTube を通じて飲酒した状態で失敗してしまったと謝罪した。元選手、元サムスンライオンズ NC ダイノスに所属していたチョ・ヨンフンは、毒とは俺の土地というタイトルの動画をまず YouTube にアップロードした。この動画は日本国内のある町の路上で昼間に通行人に対して無差別に怒鳴り声を上げる姿が映っていた。そして通行人と目が合うと元選手は何を見ているんだ×××と罵声を浴びせた。また、上半身裸の状態で夜、街をうろつく動画も掲載した。中国じゃないんだ。これをインターネット上で見た人々は、国の恥だ。同じ警告人として恥ずかしい。関心を浴びたくてやっている。などと元選手を批判した。あ、迷惑やん。この動画は現在は削除されている。元選手は7日、YouTube の自身のチャンネルで日本を旅行中に飲酒した状態で深く考えずに私のことを知らせたくて取った行動だった。物議を醸して本当に申し訳ない。私を愛してくださったファンの皆さんを失望させてしまい本当に申し訳ないと思っている。良い夫、良い父親になるよう最善を尽くす。と述べた。元選手はさらに国に恥をかかせて本当に申し訳ない。お詫びの言葉がないほど申し訳ない。これを機会に酒は本当に減らそうと思う。本当に申し訳ない。と繰り返し言った。酒のせいじゃないんだ。お前のせいなんだよ。はい。じゃあですね、映像の方見ていきましょう。ちょっとボリュームだけ、気をつけてください。じゃあ行きますよ。こちらなんですけども。はい。ちょっと大きいかな？いいかな？行きますよ。せーの。はい？見てんじゃん。はあ、もう一回。あ、なんかやばい人なの？はあ。思った以上にひどいですね。はい。じゃあですね、こちらに対して、警告の反応言ってみましょう。なんかね、そういうなんか病気を持ってる方かななんていう感じですよね。この機会にそのまま消えろ、わらわら。選手村で人格教育させなければならない、恥ずかしくないのか？誰だよ、帰ってくるな、国の恥さらし。野球の代表なら有名だと思いますが、誰ですか、これ。現在は野球をやめて YouTube で活動中なんだけど、日本旅行に行ってあのように歩き回る、他の国に行ってあのようにするのは、本当に国の恥さらしみたいなんだけど。いや、どこに行ってもやっちゃダメなんじゃないの？自身のチャンネルに投稿したということは酒のせいではないだろう。だって自分のことを私のことを知ってほしい、知らせたくてとかって言ったでしょ。目立ちたがり屋でしょとか。サイドスローの投手です。野球ワールドカップ勝てたことがありますね。そこはどうでもいいな。野球をする奴らは変な奴らが多い。恥を知らないみたいだ。誰よりも日本を嫌うのに旅行は日本に行くことができるのか。大阪のようだけど、なんであんなことをする？警告人たちが一番多い都市であんなことするのは理解できない。いや、関係ない。どこ行ったってダメだよ。いや、そんなに嫌なのになぜそこに旅行に行くのか、本当に理解できない民族だ。恥ずかしい。中国人でも渓谷や日本旅行に行ってあんなことはやらないと思う。わらわら、やけよ理解しましょう。はい。というね、意見でした。じゃあですね、それではですね、こちらに対してチャットの反応。あ、なんかまだ言いたいことあるみたいですよ。じゃあちょっと聞いてみましょうか。こちら、一人目。よくやった。徳島は渓谷のものです。はい。用と本音が出る。徳島は我が国の領土だ。正しいことをしたね。ん？愛国者で勇気があるな。このくらいの気合と度胸があれば、チャンネル登録者は急増するはずだ。保証する。謝ることか。よくやった、褒めてやる。というね、意見もあるわけですよ。はい。じゃあですね、こちらに対して、チャットの反応いきたいと思います。はい。ということでね、じゃあ上の方からいきますかね。これ、何なの？日本では無名の元渓谷プロ野球選手。あいつ元プロ野球選手やったんか。まあ、いつも通り行動だな。どんどんやってやれ。かっこ笑い。張本見てる？自分で意味がわからない。カンベクホ、全く同じ野球選手として恥ずかしい身だ。国の恥だって言いたいだけだろ。とてもKらしいって褒めないの？英雄扱いが待ってると思って映ったんじゃないの？撮ったのがよって、も編集、アップロードの間に考える余地があったのでは？日本に対しては一遍も謝罪しないんだ。さすが。はい、とても有名になったね。悪い意味でだけど、わらわら。あんなでかいのが酔っ払ってわめいてたら怖いよ。しかも、撮ってるやつも仲間なら酔ってるとか関係ないよね。わら。自身の YouTube にこれスタッフが撮ってるんだからあげたらどうなるかわかるだろう。渓谷プロ野球は八百長ひどいらしいから893みたいなものかな。しょぼーん。帰ってくるなって日本にいられても迷惑なんだけど。そんなに恥ずかしがらなくても日本人はこんな渓谷人を見慣れてるから気にするな。支援してくれる人の方が多いと思ってたんだろうな。わら。そっか。はい。ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひ、こちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方はチャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。